じゃあこんにちは。さあちょっと気は早いのですが、まあでもさタイトルな、はいはいはい、まあまあホームラン王とか打点王とかまだまだな先かもわからないけど、ちょっと見えだしてきてるのはセ・リーグの新人王レース。お、今年はまあちょっとシーズンが通常よりも短いだけに、短い期間の中で結果を出すってことですよね。まあもう折り返してるしね。まあそうですね。でね、まあ申し訳ないけどパ・リーグの方はもうちょっと見たいなと思って、あ、まだ今まあちょっと混沌としてるから、でもセ・リーグはなんとなく見えてきてるかなという。おお、何名今3人ぐらいに絞りたいんだよ。3人に絞りたい。その3人目っていうのは、ロドリゲス、中日の、はい、これがぐーんとくるかなと思うんだけど、でも残りの試合数を考えると、はい、まあ言っちゃうけど、戸郷が今現在、はい、8月29日の現在で7勝してるじゃない、はい、だからこれはまだ1勝ということを考えるとさ、なかなかやっぱ難しいなという。だから今回は、まあ、今回はというかさ、もう大体森下と戸郷に絞られたと思うんだよね、セ・リーグは。もう今シーズンはこの2投手に。そうだね、もう投手なんですよね。だから野手はちょっといないでしょ。いや、郡司も期待したんだけど、中日の、はいはい、まあ出遅れたしね、はい、去年は野手でしたよね。去年は近本ね。そうですよね。今年はちょっと、まあ、ちょっといないよね、はい、だからまあ森下が防御率が現時点で2割、はい、2.19、はい、勝利が5勝、負けが2つ、で三振が64、投球回数が 61.2、はいね、でまあ三振率が 9.34、はい、これも高いよね。そうですね、で文句はないんだけどさ、文句はないんだけど、野手に文句がある。なんとなく噛み合わせが悪いんだよね森下投手の時で、森下もやっぱ修正力は大したもんでさ、はい、立ち上がりが悪かったんだよね、で立ち上がりに失点する率が高くてさ、はい、でもここのとこやっぱ失点しなくなった、これはやっぱりね、より慎重に立ち上がろうとしてる姿がある、はい、最初は腕振って立ち上がろうとしてたのを返り討ちされてたんだけど、昨日投げたのかな、はい、8月28日に投げたのを見てるとより慎重に立ち上がるようになった。それができるピッチャーなんだよ、ルーキーだけど、はい、で後半に、まあ、そろそろもう交代かなって言った時に、はい、ピンチの時に腕を目いっぱい振って、三振に取って切り抜けたりだとか、はい、でもすごいなんかメリハリもできるし、自分の中で修正力がある、はい、だから森下いいなと思って、試合ごとに成長していってるってことですよね。そうそうそう、でもう一人、はい、戸郷、はい、戸郷投手すごいですよね。すごいな、はい、現時点で 1.90、防御率がねすごいですよ。で勝ちが7、はい、負けが2、はい、で三振58、で三振率が 10.04 1試合投げたら10個取るとすごくないですか、で投球回数が森下よりは低くて52回、で、まあ、森下右バッター左バッターで、はい、率を計算するとさ、はい、右バッターに2割2分1厘、はい、左に対して2割1分3厘、あ、同じ、まあ大体平均して同じなんだよね、はい、だから苦手意識がないっていうわけよ、はい、で戸郷も右と左で分けると、はい、右に対しては1割7分しか打たれてない、左に対しては2割飛んで4厘しか打たれてない。ちょっとすごいですね。いや、もう抜群の成績なんだよすごいですね、それで、はい、もう両親に聞くよ、はい、森下が5勝2敗、はい、まあ今数字を上げてったよね、三振とか三振率とか、はい、で戸郷が7勝2敗、はい、どっちが取ると思う？私、戸郷投手。これなぜ？いや単純に数字だけ。いやいや、私は投げっぷりを見てて、なんか戸郷投手の方が、なんでしょうね、巨人の中でピシャリとそう抑えてるとか、そんな得点取られてないっていうイメージ。でもやっぱり勝ち星っていうのがやっぱこうイメージ的にあるよね。また勝ってる、負けてない、5勝と7勝って。でも森下ってさ、最初の登板の時援護点がなくて、そうだった勝てなかったんだよね。そういうこととかあるんだよ。やっぱりさ、記者投票だけに勝ち星って大事じゃない。そう、あ、そうか、記者投票、そうか、そうだ。でも単純に言えばやっぱ7勝と5勝を比べた時に、まあ防御率はそんなに大差はないけども、はい、やっぱ統合になるでしょ。なります。じゃあ今後どうなっていくと、このままの差でずっといくと。このままの差でってことですか、2投手が。ああ、どっちかが、まあ、例えば落ちていくとか、どっちかが上がっていくとか、そういうことですよね。私、戸郷投手が安定して、そのまま勝っていく気がするんですけど。じゃあさ、はい、じゃあ質問するよ。はい、ここまで9試合投げてんだよね、2人とも。はい、で、援護点はどっちの方が多いと思う？援護点は戸郷投手の方が多い。森下の方が打ってくれてない、うん、なんかそんなイメージですね。これ平均だよ、はい、9試合投げた平均の援護点だよ、はい、森下は 4.9 点、うん、4.9 点取ってくれてんだよ、はい、もらってんだよ、うん、戸郷は、うん、やっぱ同じ9ゲームで 3.3 しか取ってくれてないんだよ。でも 3.3 で勝ってるんですよね。これが面白い数字だろ。はい、4.9 で5勝2敗、3.3 で7勝2敗ってことは、やっぱ戸郷投手の方がイメージ的にやっぱすごいんだよ、ね、すごい。やっぱ防御率が1点台だけあるよな。いや、そうですね。でも、はい、今後、うん、やっぱこの援護点を考えた時に、はい、森下にもチャンスがあるということだよね。だってこれからやっぱ疲れてくるでしょ、もうちょっと、はい、そしたらやっぱ援護点がある方が、うん、あ、やっぱ勝ちやすいよね。ということは、そうですね、援護点が多いのは森下投手の方なので、でも勝ちに結びついてないんだよね。そこがもったいない。だからこれ平均の数字だけどさ、はい、やっぱ極端なんだよね、うん、勝てる時にはバカ勝ちしてるとかいう。ああ、でもちょっとくれない時は取ってくれない。でも巨人の戸郷は 3.3 というか、平均的に 3.3 取ってくれてると思う、本当に。そうなんです、ね、投げてる時は。でも 3.3 で勝てる新人ってすごい。だって防御率が 1.90 だもん。これ例えば防御率でも、例えば 2.01 と 1.99 だと印象ってやっぱ違くないですか？全然違う。違いますよね。全然違うだろ1点台ってすごいなと思うだろ。だから極端な話、 2.00 と 1.99 じゃやっぱり点台ってすごいなってなりますよね。いや、2割9分9厘と3割じゃもう全然価値が違うから。そうですよね。だからなんか今のところだと、なんか戸郷投手の方があって思ってしまうんですよね。まあそうだね。まあそれとやっぱプロのキャリアとしてさ、はい、やっぱ夏とか一年中野球をやってきてるじゃない、はい、昨年も、うん、でも森下っていうのはこれからやっぱ疲れが、疲労度が溜まってくると思うんだよね、はい、1年間やっぱり野球ローテーションに入って投げたこともないしさ、はい、だからこっから踏ん張らないといけないというのはあるけど、はい、昨日なんかも見てるとさ、8月28日、はい、123球投げてるんだよね。結構引っ張るわけよ、はい、それはもちろん昨日は接戦だったから引っ張るのは分かるけど、大体、はい、森下が100球で降りるっていうことじゃなくて、うん、100球ちょっと投げてんだよね、うん、だからそこら辺チーム事情もあるけど、はい、森下のその本当のまっさらなルーキーっていうことを考えると1年やってないし、戸郷、はい、の方がやっぱキャリアとしてはあるわけじゃない、はい、だからスタミナ的には戸郷の方があるし、はい、巨人がこのままだと優勝しちゃうよね。そうですよね、うん、広島が、まあ、入れても優勝あるかなっていうようなところじゃない、はい、奇跡的にあったとしてもね、うん、まだ5割もいってないしさ、はい、その印象度ってやっぱ大きいと思うんだよね。確かにその優勝したチームと、例えば B クラスのチームでっていう印象もありますね、記者が投票するだけで。まあ例えばこのままいけば戸郷なんていうのは12、3勝するでしょ、はい、12、3勝したとしたら、うん、ね、森下が追いついたところで、うん、そしたらなんかどっちがチームに対して貢献したんだっていうことになるとさ、はい、やっぱ統合になるよね、優勝するのは。そうですね。これはシーズンなんで、例えば仮に巨人が日本シリーズとか出た場合、うん、日本シリーズの成績、例えば多分戸郷投手出てくると思うんですよ、日本シリーズ行ったら。そういう時の印象っていうのもさらに加わってしまうものなんですか？いや、それはさ、記者投票だからもう印象的には戸郷日本シリーズで完封なんて言ったらさ、もうそれが頭にこびりついちゃって、もう戸郷って書くしかないよね。だから人間だからそう思っちゃいますもんね。ただ難しいのは統合っていう漢字が難しいというね。いや森下の方が簡単じゃない。いやもう簡単ですよ、森としたでね。だからあれも字間違えたらダメなんだな。いいんで大丈夫です。選挙なんかちょっとでも間違えたらダメでしょ。選挙はダメです。無効票になっちゃうんで。いやでもそれは無効票になって。まあそう。まあでもやっぱもうこれをね数字をこう並べてもやっぱ統合の方がやっぱこうちょっと一歩リードしてるのかな。一歩二歩だな。リードしてるなっていうふうに思うよ。まあ、ただね、この森下投手、戸郷投手、最後の最後までね、ちょっとどういう戦い方をするのか、やってほしいし、援護点は森下のがあるわけだから、ね、これ、意外な数字だったけど、俺、巨人の戸郷の方がもらってると思ったけど、出してみたら、森下の方がもらってるっていう、援護点をね、まあ偏りはあるかもわからないけど、試合でね、だからまあ、打ってくれてるから、森下もちょっと頑張って、最後まで言い争いをしてください。はいね。